本田健の人生相談リアー健徳島県白眼鏡ささん健さんこんんこにちは以前願望達成についての話があった時に目標型と展開型というお話がありましたがこれは人間関係のマトリックスの場所によってもパターンの違いというのはあるのでしょうか 私はまず目標を決めて一つずつこなしていくことが成長している感じがして好きなのですが妻は目標は立てると制限されている感じがするので目標は立てない方がいいと話しています。え妻とうまくくくやってていい方法などあればぜひ教えてくださいと いうことでちょっとあの聞いている方のために改めてこの目標型と展開型の違いからお話しいただけますか、はいはい、あのよく講演会とか本の中でも話してるんですけど、えー、夢を叶える方法として目標を設定してそれに向かって突き進んでいくタイプの人と、えー、展開型といって好きなことをいろいろやってる間にうまくいっちゃったって人と両方いるって話をしてます。はい、で大抵の場合、まあ、あの男性的な方 女性でもいいんですけども男性性のエネルギーを使って生きてる人の方が目標を設定してガンガンやっていく、うん、で女性的な方あるいは直感型アーティスト型の人っていうのはなんか直感的にこういうことやりたいああいうことやりたいっていうふうなことをフラフラフラっとしてる間にうまく夢を叶えるってことなんですけど、ええ、この2つの方法っていうのは全く対立するわけじゃなくてコンビネーションでうまくいくんですね。うんえー っていうのはその目標ばっかりやってると確かに制限されるようなところはありますし展開していこうと思って直感のままに動いてると何やってるのかわからないってこともあったりします。これはある意味男性性と女性性の統合のようなところがありましてえ直感を使う時と目標を設定する時と時に応じて使い分けるのが一番うまくスムーズにいく方法だと思います。 そうするとこの白眼鏡さんおっしゃるように奥様は逆ですよね、はい、目標はいらないと、はい、だから多分あの白眼鏡さんはいわゆる目標型で奥様は展開型なのかなと思うんですが、はい、だからこの二人が心が溶け合うことで、ええ、いろんなも物事が実現するんですけど、ええ、お互いを自分が正しいと思っているので、ええ、相手のあり方は間違いだと思ってしまうんですね。これはパーートナーシップの悲劇劇と喜劇なんですけど <laughs> だから、えー、俺の方が正しい、お前間違ってる、私の方が正しいっていうことやってたら、全然夢は叶いません。うん、統合しないと。はい。じゃ、あその統合するために、今の時点で白眼鏡さん枠をちょっとこう対立しちゃってるようですけれども。はい、どういうふうに奥様と、で、コミュニケーションしていい。これができればですけども、理想のパターンは、自分のやり方を捨てて相手に従うことですね。はあ、えー。目標タイプの方は、えー、君が言うことも一理あるかもしれない。はい、一回ちょっと僕、目標を忘れてみるから。 自由にやっってみようかなって、はい、で女性の方が「そうでしょう私の言い方に従いなさい」って言うんじゃなくて <laughs> じゃあ私も普段やらないけど目標を立ててみようかなっていうふうになると、うん、2人ののエネルギーっていうのはうはままく混じり合います、うん、まあそれがパートナーシップの意味なんですけど、はい、なかなかこうはなりません。 どちらかというとあなたの方でやってみようかな君もそろそろなんか本気になったのかみたいな感じのことを言ったりとか <laughs>、えー、君の方法でやってみようかなと思ったら、ね、あなたは <laughs> あのようやく人生の本質が分かったのねみたいな感じになってしまうんです。<laughs> はい なんか喧嘩が始まりそうですよね。はい、だからそれがお互いが回る意味、サレンダーっていうか、こう。降伏するというか、相手に対してすべてを委ねるっていう風にならないと、いろんなことは始まらないと思います。で、この、はい、あの目標と展開っていうのは両方とも使えば、あの何倍も早くなるんですよね。そっか、じゃあ、あ、まあ、自分の型にはまりすぎず。 ちょっとそうですねだから人生は目標を達成するためにあるのじゃなく、えー、楽しむためにあるわけですから、えー、あのそういった意味で楽しみながら自分のやりたいことを実現していくっていうその,あの一番の目的を忘れないでいただきたいなと思いいます、うん、はい、ありがとうございます。<music>